モンスターメーカーの登場キャラクターでは、小企画により1988年から登場したカードゲームモンスターメーカーの一連の作品群のキャラクター情報を掲載している。キャラクター以外の情報はモンスターメーカーを参照。シリーズ内における複数の作品に関わる設定であるため、各キャラクターに関する説明は口実。シリーズ最初の作品であるカードゲーム モンスターメーカーが初出のキャラクター。ダンジョン探索を題材にした作品のため、戦士や魔法使い、エルフやドワーフなど、ファンタジー作品の主役に相当する、定番キャラクターが多い。MM1 のエルフが、いずれも燃焼者の外見を持っているのは、9月姫がエルフとフェアリーを混同していたため、カードゲーム、マジックマスターが初出のキャラクター。 多い継承争いを題材にした作品のため、王族キャラクターが多い。カードゲーム、モンスターメーカーにドラゴンバスターが初出のキャラクター。カードゲーム、モンスターメーカー3日本妖怪が初出のキャラクター。平安期の日本が舞台であるため、職業が和風になり、また過去のシリーズから収録されたキャラクターは名前に漢字が当てられている。カードゲーム、 モンスターメーカー44 4つの神秘が初質のキャラクター。4大幻想を扱う魔法を題材とした作品のため、全員が魔法使いであり、また魔法属性が設定されている。カードゲーム、モンスターメーカー5ソフィア聖騎士団が初質のキャラクター。光の仲間たちと闇の軍団の戦いを題材とした作品のため、光に属する聖騎士と闇に属する闇の騎士。 闇の魔術師などが新たに登場した。秘宝の守護騎士は MM5 が初登場。すべて女性。オーク兵初登場した MM5 には集団攻撃ができる多くの軍隊というルールがあり、すべて名前の頭にグレーンがつく。ミキニュのキャラは MM5 が初登場。カードゲームでリリースされたモンスターメーカー学園シリーズでは既存のキャラクター数では、 カードの枚数に足らず、ゲームのためだけの新規キャラクターが追加された。他の出展を持たない学園登場キャラは、この追加が原点となる。また、2009年からリリースされている、モンホシ、名派な学園ザメーカーズアカデミーは大幅に、焼き直した新シリーズであり、当該項目で触れている、モンスターメーカー学園とは別物。漫画、モンスターメーカーサガが初出のキャラクター。 テーブルトーク RPG モンスターメーカー RPG ホリアックス及びサプリメントが初出のキャラクターゲームボーイ版が初出のキャラクターファミリーコンピュータ版が初出のキャラクター PC エンジン版が初出のキャラクター小説モンスターメーカークロニクルシリーズが初出のキャラクター原版で詳細不明のキャラクターモンスターメーカー4フラッシュカード キラーダイス月刊アスキーコミックモンスターメーカークラブありがとうございます。